ひなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は改めて自己紹介です。イエーイ。じゃあ最初にリナから答えたいと思います。じゃあ質問いきます。はい、お名前を教えてください。松本ゆなです。ゆなっていう名前の由来は、はい、私の漢字は優しいっていう字にあのナッパの名なんですけど、まず優しいっていうのはなんかもともと家族がつけたかった感じらしくて、それでゆっていう名前になって、ナッパの名なんですけど、そのナッパのように強くて元気で明るくてみんなのことを明るくするとか笑顔にするとかそういう意味もあって、強いけど可愛らしいみたいな、女の子らしいけどかっこよく強くもあって生きてほしいみたいなのがあったそうです。よくゆうなって間違えられちゃうんですけど、ゆなです。はい、じゃあ次の質問、誕生日と年齢を教えてください。10月11日生まれの13歳です。じゃあサクサク次の質問でね、はい、好きな食べ物。スイーツが好きなんですけど、お肉も好きです。お肉とケーキが好きかな。じゃあ好きな色。黒です。あ、趣味。気になるコスメのレビューとかをめっちゃ見てます、ずっと。じゃあ最近あった面白いエピソードがあれば教えてください。学校にパジャマで行きそうになったことです。朝やばいと思っていつも8時ぐらいに家出るんですよ。で、まあ、大体7時前とかに起きるんですけど、寝ぼけてたのかまだ6時とかなのに、なんかパッと起きてやばっと思ったのが8時何分ぐらいに間違えてて、え、やばいって言ってなんか勢いよくゆっくり詰めて行ってきますって言うとしたら、パジャマのままでドアを開けるときにパジャマが見えて、あっってなって着替えました。6時だったんですよ、しかもちょっとまだ薄暗い時に家出ようとしてて、自分、え、どうしたんだろうって、ちょっと自分が自分を心配になりました。じゃあそんなゆなに最後の質問。はい、ピンクラテ TV を見てくれてる方へ一言。はい、いつもピンクラテ TV を見てくれてありがとうございます。ティーズの方々本当に動画とか学校の画像とかめちゃめちゃ上手で、見てるとえ、めっちゃ好きとか思いながらインスタとかハートめっちゃ押してたりとか、ハート1個したりなくてずっとなんかこう画面に連打してたりとかするので、なんかもっと可愛い画像をね見せてくれると嬉しいです。 YouTube のコメントとかもすごい励みになるし、ここが可愛かったとか、なんかここの秒数が面白かったとか書いてくれると、え、どこだろうどこだろうって探したくなるので、ぜひコメントもいただきたいです。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。はい、ひめかです。質問に答えていきたいと思います。じゃあ名前を教えてください。花田ひめかです。誕生日と年齢を教えてください。3月20日14歳です。じゃあ次の質問、好きな食べ物。富山生まれなので海鮮です。美味しいね。はい、でも焼肉とかも好きです、全然。じゃあ好きな色。白、金、銀です。金、銀。あ、でも青とか緑とかも好きかなって感じです。じゃあ趣味。趣味は歌うこととギターと、あ、でもキャンプ好きです。キャンプも好きです。ギターは自分で習っとるの？あ、なんか習っとるっていうか、なんか家にあるので譜面見てなんかやってみるみたいな。すごい。ありがとうございます。あ、あとあれです、ラップがすごい好きです。フリースタイルのラップがすごい好きで、好きなラッパーは MC にがりさんです。ちょっとラップする？え、それは無理です。じゃあ次の質問、ピンクラテ TV を見てくれてる方へ一言。いつも SNS とかリップとか DM とか見ています。見ています。ありがとうございます。そんな感じでした。イエーイ。バイバーイ。こんにちは。じゃあ早速質問していくね。はい、お名前を教えてください。石山エコです。エコっていう名前の由来は、まず笑顔が素敵なニコニコした子でエコ。かわいい。なんかそしたらなんか笑うに子供の子でいいじゃんみたいな感じで言われるんですけど、ひらがなの言うようなんか診断みたいなのやったらしいんですよ。それでなんか漢字じゃなくてひらがなの方が可愛い感じになるからみたいな言われて、ひらがなになったらしいです。じゃあ次、誕生日と年齢を教えてください。誕生日は11月25日で、年齢は14歳です。じゃあ次の質問、好きな食べ物。ポテトとあとキンパが好きです。じゃあ次、好きな色。
なんかやっぱり結局モノトーンの色に頼ることが多いので、自分的には黒と白が一番好きなんかなって思ってます。趣味、音楽を聴いて支度とかしたりとか、ピティーズのみんなが作ってくれるような加工画像とかを自分で作ってみたりとか、まあ、写真とか動画を加工するのが結構好きです。へーすごい。じゃあ次の質問、最近あった面白いエピソードがあれば聞きたいです最近じゃなくなっちゃうんですけど、うん、結構前にインスタにあげたビエンクッキーを妹と作ったんですけど、失敗しちゃったんですね。それが卵黄だけ入れなきゃいけなかったんですけど、卵白も一緒にパンって入れたら、全然バシャバシャでずっと、あれ固まんないなと思ったら、あ、卵黄だけじゃん、でも最後の方は分かって、もう一回作り直せないから、小麦粉を冷蔵庫から持ってきて、こう固まるまで入れまくってたんですよ。それで焼いたら、まあ、美味しくなくて、誰も食べてくれなくて、小麦粉が全部使っちゃって、怒られちゃいました。小麦粉の味しかしなかった。じゃあ最後の質問ですね。はい。ピンクラテ TV を見てくれてる方へ一言。はい。いつも応援ありがとうございます。いつも何気ないストーリーズとかにも毎回反応してくれてとても嬉しいです。これからもたくさん SNS の発信とかを頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。バイバーイ。はい、嫌です。じゃあ質問してくね、はい、お願いします。お名前を教えてください。はい、菅井アリアです。アリアの名前の由来を教えてください。漢字からは絶対読まれないことが多いんですけど、純愛と書いてアリアなんですけど、バイオリンの G 線上のアリアが元みたいな、なんかお母さんその曲が好きで、それでラッパーみたいな、でもなんか最初はなんかメルちゃんにしようかと思ったみたいに言われてあ、でも今はアリアっていう名前は決めてます。可愛いよねありがとうございます。アリア可愛い。じゃあ次の人は、誕生日と年齢を教えてください。はい、6月8日ですの中学2年生14歳です。じゃあ次の人は、はい、好きな食べ物。好きな食べ物はいっぱいあるんですけど、ハンバーグ、ハンバーガー、餃子、あとアイスも好きだしラーメンも好き、でも卵も好き、卵料理も好きですね。じゃあ好きな色。赤と、あとまあ緑も好きですね、結構。次、趣味。あ、でも最近は、Amazon を見て、なんか欲しいものリストに追加するのが好きですね。最近あった面白いエピソードがあれば教えてください。今日の出来事なんですけど。あ、今日なんだ。はい、うん、朝は新幹線で東京まで来るじゃないですか、で今日はなんか自分でメイクをしなきゃいけなかったので、新幹線で鏡を置いてメイクしてたんですよ、そしたらなんか後ろの上さんがぴょんぽりって上から顔出してくるんですよ、でなんか鏡だから後ろ見るじゃないですか、え、なんか今見てたと思ってこうやって振り返ったらいないんですよ。でももう一回鏡見たらかっこいいしてて、で、まあ、それがめっちゃ気になって全然眠れませんでしたもう明らかにもう視線を感じるんですよ、あ、見てる見てる、どうやらよく言ってそれが、まあ、最近ちょっと怖いんですけど、まあ、面白いのかなみたいな、今になったら面白いねじゃあ最後に、ピンクラテ TV を見てくれてる方へ一言。まずいつも応援ありがとうございます。面白かった動画とかは拡散とかしていただけると嬉しいです。あといつもコメントとかも読んでます。皆さんいっぱいコメントしてね。あとコメントとかもここが面白かったとか書いてくれると嬉しいです。ピティーズ大好き以上、アリアでした。バイバーイ。 I love you ネイラです。じゃあ、レイラに質問していきます。お名前を教えてください。向井レイラです。レイラっていう名前の由来は何ですか？キラキラした名前がいい、良かったらしくて、あのレイラってあんまり周りの子にいないから、被らない名前がいいって言ってました。じゃあ次、誕生日と年齢を教えてください。誕生日は8月4日で、年齢は13歳です。次、好きな食べ物。お肉とイチゴとチョコです。かわいい。お肉とイチゴとチョコ、はい、じゃあ好きな色。紫が好きです。次、趣味。趣味は音楽を聴くことです。
何系の音楽聴いてる？最近は K-POP が多いよ。じゃあ最近あった面白いエピソードがあれば教えてください。学校でバレエの授業を体育でやってたんですけど、うん、本当にバレエは下手くそで1分間にこれをやったんですけど、うん、13回しかできなくて、で友達が70何とか言ってて13ってやばくないですか？腕が短いんですよ。なので届かなかったりして。なるほどね。中学校学校であったみんなに最後の質問はい、ピンクラテ TV を見てくれてる方へ一言お願いします。いつもピンクラテ TV 見てくれてありがとうございます。インスタとか TikTok とかのコメントもいつも見させていただいてます。これからもピンクラテ TV とレイラの成長を見せていけるようにこれからも頑張ります。バイバーイ。はい、ということでみんな改めて自己紹介終わりました。今まで知らなかったこととかもたくさんあったと思うので、こんなピンクラテ TV ですが、これからも末永くよろしくお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。